万里くんおめでとう。よかったら今度俺の服も選んでほしいな。万里はイタレとゲームしてるから、あんたは俺と。万里、おめでとう。同じ花子ってことで、うちの咲夜とマスミをよろしくな。とりあえず万里には夜通し付き合ってもらわないとな。お祝いにオール共闘ってことで。万里バースデー。イタルとゲームばかりだめね。万里さん、これプレゼント。この前このスニーカー欲しいって言ってただろ。万里の誕生日か。俺がサプライズしたらあの余裕顔を崩せそうじゃない。万里さんの誕生日、今日はじゅうちゃんとの喧嘩が少ないように祈らなきゃ。万里おめでとう。今度俺とも喧嘩しよう。せつあハッピーばあちゃん。進路とかどうすんだろう。美大も楽しいぞ。誕生日ね。ま、改めて祝われるのもいいもんだな。あざっす。祝ってやってんのにあの態度、節の野郎。少し早く生まれたぐらいで調子乗ってんだよ。バンちゃんおめでとう。これからも俺っちの憧れでいてくださいっす。バンリがリーダーでよかったよ。これからも秋組のリーダーとして俺たちを引っ張ってくれ。摂津へのプレゼントだと。この手錠で兵道と繋いでやるくらいしかできねえな。万里くんおめでとう。芝居って本当に奥が深いよね。摂津の誕生日か。同じリーダーとして紬が世話になってるみたいだし、何か用意するか。万里に何あげていいかわからないから、枕元にマシュマロ置いてあげた。俺優しい。何でもできるという万里くんでも私のようなシワ思いつかないらしい。万里の誕生日か。巡査との喧嘩券なんてあげたら左京くんに怒られちゃうかな。